アルジェ砲撃、アルジェ砲撃、アルジェ砲撃、A、ボンバードモントオブアルジアーズは、1816年8月27日、アルジェの大使、D、A、D に、キリスト教徒奴隷制度を止めさせ、奴隷を救出するために行われた、軍事行動。イギリス海軍のエクスマス教、エドワード・ペリュー提督の指揮する、A ラン連合艦隊が、 アルジェ港の港湾と港内の完成を砲撃した。北アフリカのバーバリ海賊によるヨーロッパ人に対する海賊行為を抑えるため、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国の海軍による継続的な作戦が行われたが、この砲撃戦にはキリスト教徒の奴隷を解放し、かつヨーロッパ人を奴隷化する行為を止めさせるという特定の目的があった。この砲撃によりアルジェの大使に、 約3000名のキリスト教徒奴隷を解放させ、かつヨーロッパ人奴隷制度を停止する条約に調印させることができたが、その停止は長くは続かず、成功は決定的なものとはならなかった。1815年のナポレオン戦争終結によって、イギリス海軍はジブラルタルや地中海艦隊の軍需品の供給源としてのバーバリ諸国をもはや必要としなくなった。そのため、 バーバリ諸国に対して、それまで抑えてきた、キリスト教徒を奴隷にする習慣を終わらせるという、政治的圧力が高まることになった。1816年初め、エクスマス教は、チュニス、トリポリ及びアルジェの大使に対して、キリスト教徒奴隷を廃止させるため、戦列艦の召喚隊の武力を背景とした、外交工作を展開した。チュニスとトリポリの大使は、 抵抗なしで同意したが、アルジャの大使は反抗し、交渉は難航した。それでも、エクスマス教は、なんとか、キリスト教徒奴隷の制度を止めるという条約の行為ができたと信定イギリスに帰国したが、命令の混乱により、条約締結直後に、アルジャ軍がイギリスの保護下にあったコリシカ島、シチリア島、サルディニア島の漁民200人を虐殺するという事件が起こった。 イギリスとヨーロッパはこれに大いに奮撃し、エクスマス教の交渉は失敗したとみなされた。そのため、エクスマス教はサイド会に乗り出し、アルジェを罰して任務を完遂することになった。彼は五隻の戦列艦と一隻の五十門艦、それに四隻のフリゲートからなる船体を組織した。機関は百門艦、クイーン・シャーロットであり、副将のデイビッド・ミルン提督は九十八門艦。 インプレグナブルに座上した。この戦力については多くのものが不十分であると考えたが、エクスマス教は密かにアルジェの防備を調査しており、街の状況を詳しく把握し、港湾防衛用の砲台が弱体であることに気づいていた。より大きな艦を使うことは敵に向けるべき砲火をお互いに邪魔し合うだけだった。主力艦隊の他には救い出された奴隷を運ぶ。 数隻の輸送船と補助的な役割に用いる数隻のスループが用意され。艦隊がジブラルタルに到着すると5隻のフリフェートと1隻のコルベットからなるバンカペレン中将の率いるオランダ船体が火星を申し出てきた。エクスマス橋は彼らを陽動部隊として利用することにした。戦列艦は単獣人で攻撃することになった。それらは アルジェ軍の大砲の大半の射程距離以外の区域に侵入することになっていた。そして、怒りを下ろし、突径にある砲台と防壁を砲撃し、防御を無力化する作戦だった。それと同時に、50門艦、リアンダーは、航行の外側に怒りを下ろし、突径の内側の艦船軍を攻撃することになった。リアンダーを沿岸の砲台から防護するためには、二隻のフリゲーと、 セバーンとグラス号が騎士近くを行動し、砲台を攻撃する手はずだった。クイーン・シャーロットのペリューはアルジェ軍の大砲に面した、突堤からおよそ八十ヤード外側の位置に描白した。しかし、その他の船の多く、特にミルン提督の乗ったインプレグナブルは闘病の位置を誤り、お互いを妨害し、かつより激しいアルジェ軍の砲火に時間をさらすことになった。数隻は、 インプレグナブルの位置を通り過ぎて、当初の計画に近い位置に闘病した。事前の交渉で、エクスマス卿とアルジェの大使は、お互いに先に発砲しないことを約束していた。大使の計画は、まず軍艦の闘病を許しておいて、その後、小型ボートに乗せた大勢の部隊を敵戦に乗り込ませるというものだった。しかし、アルジェ軍の規律は緩く、法の一つが午後三時十五分に先に、 発砲してしまった。エクスマス橋はすぐさま砲撃を開始した。アルジェのボート隊は乗り込みを図ったが、33隻が沈められた。1時間後には、特定の大砲は沈黙させられていた。エクスマス橋は、港内の船舶の破壊に目標展示、午後7時30分までには、それも破壊された。艦隊は、都市も砲撃したが、鉄の玉に過ぎない砲弾は、 建物の壁に小さい穴を開けるだけで通り抜けてしまい、与えた被害は大きくなかった。午後8時、ミルンは爆弾船、ベスビアスを彼の艦を打ち破りつつあった砲台に対して使うよう要請した。しかし爆弾船の指揮官は後方を誤り、間違った砲台のそばで爆発したため、求めた効果が得られなかった。 しかし、アルジェの砲台はもはや砲撃を続けることができなかった。午後10時15分、エクスマス卿は艦隊に対し、敵の抵抗を抑えるために砲撃を継続する民伝を残して、罰病して郊外に出るよう命令した。午前1時30分、艦隊は郊外に怒りを下ろし、負傷者の手当てとアルジェの砲撃による損傷の修理を行った。イギリス側の死傷者は、 全体の16%に上った。翌日の正午、エクスマス卿は軍師を送り、以前に示したのと同じ条件を提示した。そして、それが受け入れられなければ、攻撃を続けると警告した。大使は条件を受け入れた。彼は、それがはったりであり、艦隊はその弾薬のすべてをすでに使い果たしていたことに気づかなかった。条約は、 1816年9月24日に署名された。1083人のキリスト教徒奴隷とイギリスの領事は解放され、最初の外交交渉において支払われた身の金も返還された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。